神奈川、河野純吾選手です。2日間とも積極的に動いていらっしゃいますが、ご自身ではいかがでしょうか。そうですね、やっと3月からちょっと真面目に練習してきた成果が出てくれて、で新車で今回来たので、それがかみ合ってくれて、ほっとしてます。今後の戦法としては、ご自身ではいかがでしょうか。そうですね、今までの自在に立ち回るのをもう踏まえて、積極的に。 立て出して、あんまりまくりより先行の方が得意なんで、できってから勝負考えようかなと思ってますそして、出競輪場、2日間、コンディション全然違いますが、はい、走ってみた感じ、いかがですかあんまりみんなコンディション一緒なんで、あんまり気にせず、とりあえず思い切って行ってて行みました決勝戦は南関東勢 6, 年6人ですが、河野選手の戦い方、教えてくださいそうですねせっかく6人乗ったんですけど、別になってしまって、一応、神奈川の先輩2人に前、任してもらえるので。 積極的に自分のできる競争していきたいと思いますそれでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いしますなんとか決勝に乗ることができたんですけどもう一戦気を引き締めて頑張ります明日も応援よろしくお願いします